やあみんな、突然だけど変なね、土を見つけた。変な土ってなんだよ。どうやらこの土ね、なんか新種の土らしくて、まあ、聞いてみたところによると、この土の下に鉱石を埋めるとなんかね、その鉱石が育つらしいんだよ。だから試しに今回ダイヤモンド持ってきたんだけど、どんな感じで育つのかちょっと今回はね、やってみようかなって思うんだよね。まあこんな感じでね、ダイヤモンドを下に埋めると、どうやらね、時間が経つことによってダイヤモンドが育つらしい。まあ、こんな土見たことないしな、どんな感じで育つんだろう。こんな感じで育つのかな。いやでもダイヤモンド鉱石とは限らないからね。それともダイヤモンドブロックなんかで育っちゃったりすんのかな。いやでも楽しみだな。ダイヤモンドめっちゃ出てくんの超嬉しいんだけど。いや楽しみだ。なんか珍しい土だからな。こんなに初めて見たもんだから絶対すごい。生え方の癖がすごいわ。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ピクトです。というわけで今回もモッド紹介頑張っていきましょうってことですね。今回紹介するモッドはですね、グローバルワーズみたいな、グローバルオアーズかっていうモッドをね、紹介していこうかなと思います。まあこのモッドを導入するとですね、まあこんな感じで鉱石がね、癖のすごい生え方するんですけど、はいまあ一応ね、追加されるレシピをね、紹介していきましょう。まずこのようにですね、骨粉と石炭、サトウキビ、鉄インゴット、ダイヤモンド、金インゴット、土、レッドストーン、ラピスラズリとね、なんかよくわかんないね、こう、メニューがあるんですけど、これなんで2種類出てんだろう。あれか、木炭と石炭どっちでもいいってことか。なるほどね。こうね、クラフトガイドめっちゃ便利です。はい。まあこんな感じでね、グローウィングブロックというのを作ることができます。これですね、この下のこのよくわかんない土。待って、ちょっと、はい、OK。こうなんか謎のね、ちょっと色綺麗じゃないちょっと色綺麗だよね、これ。すごいよね。で、これをね、作ることができます。はい。で、これをね、作ることができたら、追加されるアイテムが、こう、こんな感じで揃ってるんですけど、ここに対応している鉱石とか、エンダーパールもあるんだ。黒曜石とか、エンダーパールとか、ブレイズロットもどうやらね、育つことができるらしいです。はい。で、これ作り方なんですけども、サトウキビをね、まあ、これもともとサトウキビなんで、もう見た感じね。サトウキビをこのようにね、横3つ並べます。はい。多分これはね、全部共通だと思います。この普通のエンダーパールのやつでも、こんな感じでサトウキビは4つ並べると思います。で、エンダーパールを真ん中に3つ。で、他のやつだったら、これ多分ダイヤモンド3つだよね。あ、違う。ダイヤモンドはどうやら違うっぽいね。鉱石の場合だと、ダイヤモンド1個に対して上に、石を2個置くらしいです。はい。だからなんか違うのもどうやらあるっぽいね。多分この辺の、石炭とかは石が必要なんかな。あ、石だね。やっぱり。鉱石は石が必要っぽいです。で、ネザークォーツの場合はどうやらネザーラックが必要らしい。ネザーラックって言うんだっけ、これ。ネザーラックが必要らしいです。はい。で、グローストーンの場合もなんかどうやら作り方が違うっぽくて、グローストーンダストで、上が普通のグローストーン。だもはやさ、ここまで来たら普通にグローストーンでよくないってなるけど、多分まあ、いっぱい育つからコスパが良くなるのかな。良くなるのか、本当に。本当になるのか、これは。で、これはなんだ、粘土もできるんだ。へぇ。まあ、こんな感じで基本的に同じやつを3つ並べるか、真ん中に元を置いて、上にこ、上下に鉱石を置くっていう感じで作ることができます。はい。で、作り上げたら、このね、なんて言うんだっけ、これ。このね、グローウィングブロック、まあ、育つブロックに、これをね、生やすことができます。ちなみにこれはね、なんか一回ね、録画外でやったんですけど、どうやら水に接してなくても育つっぽいんですよね。で、まあこんな感じでいっぱい育つんですけども、多分取るときは、普通に、これ多分上のね、真ん中から壊すと、硬い。ちょっと待って。これは知らなかった。もしかしてこれ鉄ピッケルじゃダメなんかな。あ、そうでもないっぽいね。鉄ピッケルじゃなくても普通に手でも取れるっぽくて、ダイヤモンドオアリードって感じで、これがね、手に入ります。だからもう、1個作っちゃえばこれずっと生やせるってことで、まあもう、ダイヤモンドには永遠に困らないという感じですね。はい。で、このリードを回収した後どうするかっていうと、リードをですね、大量に集めると、まあ、例えば鉱石類だと、真ん中を1個開けて、こう周り敷き詰めると、金インゴットを作ることができます。まあ、金インゴットというか普通にインゴットが作ることができます。これ石炭とかだとどうなるんだろう。石炭もあれか ?1 個できるのか。で、作り方が違うのが何個かあるんだよね。このネザー系とかはちょっと違くて、4つね、こう、いっぱいじゃなくて4つこう敷き詰めるとネザー水晶ができます。で、多分グローストーンも一緒かな。グローストーン違え。グローストーンが1個だけでどうやらグローストーンダストっぽく、言いづら。
グローストンダストになるっぽいです。黒曜石がね4つだね。うん、これは4つです。はい。でエンダーパールも鉱石と一緒で、真ん中以外をこう埋めるとエンダーパールが1個できると。でブレイズロッドの場合も、同様ですね。でこう8つやるとブレイズパウダーができると。なるほど。まあ、だからこういう感じで、まあ、1個作っちゃえば、まあ、永遠にねまあこれらの素材に関しては永遠に困らないという形になります。はい。まあ、こんな感じでなんか生やすとさ、なんかおしゃれじゃねなんかおしゃれなオブジェクトっぽくなるよねまあ、てことでね、以上で元初回終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあねバイ。これなんか持ってる姿かっけえなこれではお疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではじゃあねバーイ。